ははいどうも皆ささんんこんにちはゆきですさあ今日もですねビットコインインサリアムリップル GM アグ組シンボルジムサンドボックスとね6名からチャート分析していきますので是非最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところではありますがえ本日がですね1月の25日火曜日時間がですね午後 12時ジャスティというところで今日の動画を撮影しております。今日もですね、皆さんに元気とチャート分析をお届けしてまいりますえ。僕のチャンネルではですね、皆さんのチャート分析に役立つ情報を日々日々配信しておりますので、今日の動画を見て参考になったの、ためになったな、面白かったななんて思っていただいた方はですね、ぜひぜひチャンネル登録ボタン、そしてグッドボタンを押してね、応援の方よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、今日も始めていくんですが、 えー、特に今日は告知などなど一切ございませんが、えー、昨日ですね、まあ、最近ちょっとね特にあの仲良く、えー、させていただいているツイッターのですね葵さん皆さんご存知でしょうかねえいつもねツイッターで絶賛してくれるんですけど。 昨日のライブ配信、皆さんご覧いただけましたでしょうかまあね、ちょっと、えー、雑談メインっていうか、えー、ちょっとね、僕の思ってることをメインで喋らせてもらったんですが、そのね、えー、ライブ配信にもですね、しっかりこんな感じでね、<laughs> もう恥ずかしいぐらい絶賛でね、ある意味褒め殺しと言ってもいいかもしれない。ね、えー、ゆうきさんの今日のライブ配信、えー、生で見れな,なかったから、今見てるんだけど、僕が言うのもおこが,しおこがましいレベルだけど、めっちゃいいことをおっしゃってて、みんなでみ,みんな見てほしいということを書いてくれててね、まあ、僕も、えー、しっかりとね、コメント、えー、返信させてもらったんですが、 あのね僕は僕で、まあ、自分の好きなように、ね、あのチャート分析してるし、まあ、自分の好きなことを発信させてもらってるんですが多分ですねためになる配信というのであれは蒼井さんに <laughs> 全然勝ててないから <laughs> あのですね、まあ、僕はどっちかというとチャートパターン系のチャート分析ですが、まあ、オンチェーンデータだったりとかあとねアルトコインどれ買っていこうかとか悩んでる方はぜひですねこの蒼井さんあの絶対ツイッターフォローしといてくださいねはいよいしょこの方ですね このね葵さんね、あの、アイコンもね、おしゃれなんですよ。いつもね、自分の今日着てる服に合わせてるのかどうかちょっと分かれへんけど、いつもね、服装が変わるんです。僕なんでもね、あの、アシューさんに作ってもらったアイコンずっと一緒ですけど、ね、毎日、毎日じゃないかもしれんけど、本当にね、あの、コロコロコロっとね、そっとこう、服装まで変えてくるって、おしゃれなね、気の利いた方でございますので、ぜひですね、葵さんのフォローは必須でございますので、忘れずにしておいてください。まあ、もしね、あの、調べれないっていう方は、 まあ僕のフォロワーは言ってもね今ちょっと増えちゃって400人ぐらいおるけどその中から探してもらったらあの僕もフォローしてるのでねあのぜひですね、えー、皆さんチェックしていただけたらと思いますいつもね宣伝していただいてるのでまあお返しじゃないですけどもうこれはねあのー、ギブアンドテイクはしっかりとね、えー、関係は作っていかないといけないと思いますので、えー、こういったところもまあ関係を築く上でねすごく大事かなと僕は思ってます一方的にね、えー、くれ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 言ってるとねやっぱりいつか離れていってしまう言いますから人っていうのはね必ず、えー、もらったらちゃんと返しあげるっていう気持ちは忘れないようにね、えー、皆さんも いたただけたらなとそうすると、やっぱりあのいい仲間が集まってくると、えー、いうふうに僕は思っております。まあ、勝手にこれはもう僕の持論ねはいですがあ、ぜひですね、えー、この青井さん、青いビットコインさん、えー、チェックしていただけたらと思います。スペースはね、ほんまにめっちゃ有益よ。あの絶対スペース遊びに行ってください。特にアルトコイン興味がある方、ね、ビットコインの、えー、これからの動き興味ある方は、絶対、ねえー、要チェックでございます。ほいということで、えー、早速ですね、えー、いつもどりの。 チャート分析に移っていきますが、えー、僕のね使っているチャートはですね、えー、バイビット、えー、使っておりますまあね ちょっと今落ちてる状況でね、なかなかこう、現物を買うのはいつのか、いつなのかとかね、あのいろんなポイントはあると思いますが、まあ、現物を握りしめてるだけやったら、えー、もったいない部分、えー、ステーキングをしてちょっとでもね、えー、小銭を稼いでいかないといけない部分はね、確実にあると思いますので、まあ、そういった部分とかも充実してるバイビットですね、えー、僕はおすすめしておりますので、ぜひですね、バイビットまだ使ったことがない方はね、動画の概要欄の一番上、えー、バイビットの講座解説への URL リンクつけておりますので、えー、そちらから講座の方を解説しておいていただけると、まあ、何かね、あのー、有利にスタートできる、えー、タイミング、 キャンペーンであったりとかもあるし、えー、そういったねステーキングであったりとかローンチパッドローンチプールっていうものをね、えー、かなりね、あのー、有益な、えー、使い方っていうのが、ね、できる取引所でもありますのでぜひ、ねえー、チェックしてくださいはい、では早速ね、えー、さらっと、えー、ビットコインからいこうかなというふうに思いますちょっとなんかこう何て言うんかな見た目変わってきたよねうんあのいい感じに変わってきたかなと思っててまあ1つ目は冷やしなんですけど昨日の冷やしこれ結構インパクトでかいなと思って自分的僕的にはねはい 下髭の長い陽線を付けれたっていうのは結構大きいんじゃないかなとこんだけ下に振られてて陽線で終えれるっていうことはある程度やっぱり買いがしっかりと入ってきたようにも見えますよっていうところですねはい。ただまあ一時的な戻りであるっていう可能性は存分にありえますので全然手放しで喜べる状態ではないですがちょっと戻ってきたかなと ようやくあの上にも、えー、見れそうだなっていう感じには、えー、ろうそく足的には、ねえー、見えるかなっていうところですね。では、まあ、短期的に四時間足から見ていくんですけど、四、まあ、時間足っていうよりは、よいしょ、今回の、えー、上昇した1、えー 良くなってきたポイントでいくと僕は1時間足がようやく、えー、良くなってきたなっていうところで見てます。うー1時間足の壁を越えたなっていう感じかな、うん。1時間足のようやく壁を越えてきたなっていうところですね。はい。何かっていうとまずは1時間足の25位 m 目を、えー、上抜けれているっていうこと。で、今度はここはね。 重要ポイント。えー、雲を上抜けれてるので、雲を下割らずに 25EMA とかでサポートが入ってくると、もう一段上を目指してこれるのかなっていうところです。ただまあ一時間足で行くと、次ね、200EMA っていうところが、まあ3万8000ぐらいかなにあるので、まあこのあたりはちょっと一、えー、つ目の注意ポイント。で、もう一段上は4万と。えー、これはまあ昨日からずっと言ってるけどね、昨日のライブ配信でも言ってるし、一昨日の動画でも言ってたかな。 おとついは休みか、えー、土曜日の動画でも言ってたと思うんやけど、4万ドルっていうところは、ちょっとね、えー、抵抗されやすいであろうっていうふうに僕は見ておりますので、このあたりが3万8000円から4万っていうところが、えー、注意ポイント、えーだ2 2、2ポイントかな、2点、えー、注意ポイントになるかなと。 抵抗体にななるかなってていうところで見ております、はい、ただここからねあのまだ下がるかもしれないっていうところも、えー、押さえておかないといけないんですけど1時間足はようやく壁を抜けましたこれはいいポイントですねただ2時間足見てください2時間足これ綺麗に見てもらったら分かるよねこういうところがやっぱ面白い1時間足の壁を抜けたあとはきっちり2時間足に壁が出てくる分厚いか、えー、雲 加工雲の加減で抑えられて、このまま雲をなぞっていくような形で下下がっていくんやったら、またね、さっきの1時間足の雲の下抜けで25位 A の下抜けっていう形になるし、で2時間足も一応25位 A 上抜けれてるので、このまま25位 A などでサポートされて、雲の中に入るんであれば、雲の上抜けっていうところを期待していくっていう感じかな。 でその場合は、さっきのね、1時間足の 200EMA の38000とかっていうところが、まあちょうどね、えー、2時間足の雲の上限になってたりとか、えー、いう風な形になってくるので、このあたりのレジスタンスっていうのは注目しつつ、えー、短期的なロングは取れるんじゃないかなっていう局面になってきますので、えー、ぜひですね、2時間足の 25EMA に接近した、えー、時の動きっていうのは要注目かなっていうところですね、雲の中に入れるかどうかね、2時間足の雲の、下、え、降、ー、雲の中に入れると上昇、えー、上にね、抜けやすいっていう特性もあったりするから、中に入れたらね、このあたりはチャンスは拾えるのかなと。ただ え25円目を割って雲の下をくぐっていく、えー、形になると、結果的に、まあ、前年戻し的な形でまたね、えー、再び3万3000、え直、ー、近の安値ですね、目指していって、で、続落するんやったら、やっぱり僕は3万ドルまでは見てますので、まあ、そのあたりまでの下落っていうのを許容していくような形になるかなというところですね。なので、上しかない、えー、チャートはないし、下しかないチャートもないので、えー、今は、えー、1時間足は上。 にに向ききやすい感じにはなってきてるで二次監視はちょっと抵抗はされたけど次、えー、25EMA のサポートを確認して、えー、雲の中に入れるんだったらこれに関しても上に、えー、向けていけそうな雰囲気と。はい、で、えー、四次監視ですねここからがちょっと厳しくなってきたっていう感じね四次監視で見るときっちりここは見てください 25EMA に抵抗ということですね。はい、なので、えー、と二次監視の雲の加減と、えー、四次監視の 25EMA この辺りで抵抗されたんじゃなかろうかっていうのが、まあ、推測できるっていう感じですね。 なので、まあ、この 25EMA を上抜けるような形があれば、さっき言っていたポイント、えー、上抜ける、えー、可能性っていうのが出てくる。多分2次間足も雲の中に入ってると思うので、そうなってくるとね。うん。そうすると、あちょっと上あり,あり,ありそうだなっていう感じで見ていけるという感じですね。で、そうなってきた場合も、やっぱりね、ここでポイント。僕ね、いつも言ってたね、4次間足の 25EMA、50EMA、200EMA、ここは僕いつも注目してるんだよっていう話してましたけど、次は、えー、ここにね、すぐ上に 50EMA が出てきます。それが3万8000。これ、みんなわかるよね 面白いやろ、えー、50EMA、えー、注目してる人は3万8,000やねんけどそれ以上に。 1、えー、一時間足の 200EMA に注目してる人も3万8000なんですよね。ってことは結局抵抗されやすい。要は見てる人が多いからね。注目されてる方が多い。えー、多くなるであろうっていうポイントで3万8000はやっぱ抵抗されるかもしれないなっていうのは頭に入れておくといいんじゃないかなっていうふうに、えー、考えていきます。僕の考え方ね。あくまで僕のね。うん、これが全然正解じゃないし、みんなは、えー、と別にこの動画を絶対見ろよっていうね。えー、強制されてるわけでもないねんから、えー、しっかりとね、自分で情報を選んで、自分の、えー、好きな情報をしっかりと取り入れて。 ねえー、やっていくと一番いいんじゃないかなというふうに思いますが、まあ僕はこんなふうに考えてるんだよというところを押さえておいてもらえていいんじゃないかなと思います。で、一応もし3万8000、要は 50EMA ですね、4時間足の 50EMA も上抜けるようなことがあれば、えー、上抜けれるのであれば、次はね、4万ドル、えー、っていうところまでは、えー、トライできるんじゃなかろうかっていう感じになってきます。そうなってくると、えー、1個。 えー、いいポイントは4時間足での雲の上抜けですね加工雲のこの薄い部分を利用して、えー、上に抜けていくという感じが、えー、叶うんじゃないかなというところですね。で4万というところはやっぱ売られやすいんですが次は雲の。 え上限とかで、えー、サポートされて次の、えー、トライもしくはまあ3回かかるかもしれへんけどトライで4万ドルを抜けてくるともう一段上まで見れるという感じな、えー、段階的にね、えー、上を見ていけばいいんじゃないかなという感風に僕は見ておりますのでこの辺りも是非ね、えー、参考にしてみてくださいはい、えー、こんなことを言ってると結局ね2日3日分ぐらい言っちゃうから、えー、明日の動画撮れなくなったりするんけどまあ一応こんなここまで考えてたら特に問題ないのかなというところでございますはい で一応今現状ねえっ、ー、とーまあきに僕の抵抗体かなっていうところで抑えられてで落ちてきてるんですけどもしこのまま行くのであればちょっと右肩上がりにはなるけど。 おつんつんんチャートですね右肩上がりのおつんつんチャート、えー、左,利きかなひ左利きなんかな右曲がりやからね、はいえー、おつんつんチャートができてきたりとかもしくは、えー、直近の安値まで落ちてくるんやったらダブルボトムに期待できたりとかっていう、まあ、上のパターンっていうのも全然出てくるかなというふうには見ておりますので、まあ、この辺りは要注目ですね、はい、でやっぱりね直近の安値をちょい割れぐらいからはやっぱりねあの買いが入ってくる可能性もあったりするからあの基本的にはもしね、えーし 何かを背に例えば四字干視の 25EMA を背にショートとか打った場合でもきっちりね、えー、直近の安値であったりとか、えー、右肩になりそうな、えー、ポイント例えばですけどここからここまでの、えー、上昇にフィボナッチを引いてもらって、えー、0.3820.50.682618、えー、か0.618とかこのあたりの、えー ポイントっていうのはしっかりと、えー、ショートの利格検討していくというふうにしておくと利益はしっかりと残せますので、まあ、この辺りの注意点もしっかりとね押さえておいてもらえるといいんじゃないかなと思います。はいまあ、ロングは短期的やけど上、えー、目指せるんやったら、えー、きっかけはきっかけは2時間足の雲の中に入れるかどうか。うん、でそうなってくると4時間足の25円も上抜けてくると。 で、そこからは、えー、3万8000が1つ目のターゲット。で、そこも抜けてくるんだったら、えー、4万まで引っ張れるかなっていう感じで見ております。ショートであれば、えー、さっき言ったポイントね、えー、何かをせいにショートにするのであ,れもあっても、えー、必ず直近の安値付近では一旦利確を検討した方がいいんじゃないかなっていうような局面にはなってきたかなと。このままもしかすると横横っていう形でね、レンジを組んで、えー、上への力を貯めてくるっていうパターンもあったりするから、まあ、ここまでしっかりと、えー、頭に入れておくと、問題なく。 柔軟に、えー、トレードに対応できるんじゃないかなというふうに思いますのでぜひね参考にしてみてください。はい、ちょっと長くなりましたが、えー、ここからね、さらさらさらとね、い、えー、こうかなというふうに思います。サ、ま、サ、あ、サラサラサラっていうか もう GM とね、シンボルジムに関しては、サラサラどころか特に言うことがないので、あの、多分本当に5秒ぐらいで終わっちゃうかもしれへん,んけど、えー、一応ね、イーサリアムから、えー、見ていきますが、イーサリアムに関しても、ようやくね、ちょっと下げ止まった感は出てきたかなと思います。はい。まあ、ただ、えっ、ー、と、ビットコインぐらいインパクトのある日足のロウソク足を残せれたかっていうと、まあ、そうではないんやけど、まあ、それでもですね、4時間足で見ると、よいしょ。 ようやく、まあ、高値は、えー、安値は切り下げてるんやけど、えー、若干ね、えー、戻りも強くなってきたリバーが強くなってきたっていうところもあるから、まあ、この辺りはちょっと中要注目ポイントかなと思います。 で、イーサリアムに関しては、ちょっとね、25円まで、まだもう少し上値余地があるから、ビットコインの後を追ってくるんであれば、まあ大体に、えー、2500ぐらいまで上げれるんじゃないかなっていうところですね。直近、えー、すっごい単位ね。もう本当にスキャルピングレベルで、えー、見ていくと、まあ、2500ぐらいまで上げれそうだなっていう感じには見えます。ただ25円目にタッチしたら、一度ね、やっぱり売ら,売られやすいのかなと、ビットコインの、えー、チャートパターンを、えー、踏襲するとね。 で、ここからはポイントとしては、えー、四字監視レベルの逆三存おつんつんチャートは見ていきたいなっていうところですね。うん、これがきっちりとできるのであれば2500っていうところがネックラインになって2500を上抜けれると今度はもう一段上まで目指せるんじゃないかなっていうところまで、えー、来れるかな。イーサリアムに関しても。ただ四字監視の、えー、50EMA っていうところが2700ぐらいかな。 にあるので、とといううころは一旦のターゲットになるででしょうでその後上は、えー、3000ぐらいかなと思ってます。3000という切り板、そして高値の切り下げライン、トレンドライン、この辺りが交わってくるので、3000は最終到達点、えー、ターゲットになるんじゃないかなというところなので、この辺,この辺もね、ぜひ、えー、参考にしておいてもらえると、まあ、ターゲットは決めやすくなるんじゃないかなとは思います。はい。 ただ、えー、やっぱりね、えー、基本的には下の流れの方が強い状況です。これはビットコインもイーサリアンもリップルも全ての仮想通貨、今現状一緒ね。まあ、全てとは言わんか、あのー、逆相関してるものもあったりするから、全てじゃないけど、基本的には下の流れが強い状況ですので、えー、基本的には売られやすい、えー、売りやすい相場なんだよっていうところはしっかりと頭に入れておいてください。まあ、どういうことかっていうと、例えばやけど、4時間足の 25EMA を1000にそこまで上がってきたら売ってやろうっていう、ね、方もいっぱいいらっしゃるでしょう。そうするととこの辺りが抵抗体になってガツッと、えー 価格を下げてくる可能性もありますので、うん、手放し喜べる状態というのはビットコインではお伝えしておりますがこのあたりはしっかりと注意はしておいてくださいただ25円目を1000円、えーねえー、ショート入ったとしてうまく下がったとしてもしっかりとね直近の安値である2200とかね、えー、まあ2160ぐらいまでかな2200から、えー、2100 21ぐらいこのあたりは利確、えー、検討ポイントになり得る、えー、ポイントになりますねうん、多少下がってね、えー、安値切り下げたけど今回みたいにおにり場 してくるんであれば結局ね,縦,ね戻す縦に戻られるもしくは含み益がものすごい半分以上に減ってしまうみたいなことが起こりえますのでもしここからショート取れたとしてもえこの辺りからはねできるだけ短期的にえ考えた方がいいんじゃないかなと思うのでえ部分的な理覚っていうのも考えたりとか全立してもいいと思いますえ結局えと FX っていうのはもう値幅を取るゲームなのでどんだけ値幅を取れるかっていうところだけに集中すればあの特に問題ないかなと思いますはいなのでもし,し、えー、理覚してねその まあ下がっていったとしても必ず戻ってくるタイミングっていうのがあるからその戻りで売、えー、っていけば結局値幅はまた取れるよっていうところでまあ FX に関してはチャンスはいつでも転がってますのでやろうと思えばの話ねうんあのただまあえっ、ー、と無理に入りすぎると負けが込んできてしまったりするから無理に入るのはおすすめせえへんけど基本的なチャンスっていうのはいつでも、えー、転がってくるし待てば必ずやってくるので、えー、ここに関してはもう確実に心に留めておいてくださいもしチャンスを逃したと思ったら無理に入らないことね。 必ず次にチャンスはもう1回来るねっあのー、昔の、えー、僕の年代の人だったらわか,かるかもしれんけどあのサムシングエルスっていうのね、えー、方のえー Give me a chance っていう歌があるんですけどね「Once more chance」っていうことで、えー、必ずですね、えー、もう一回、えー、チャンスは訪れますので、えー、そこを待っていただくというのが一番いいのかなというところでございますほいでは続きまして、えー、基本的にはもうイいサリアもそんな感じで見といてもらっていいかなと思いますはい で、えー、リップルちゃんですね。リップルはね、結構綺麗なね、えー、4時間足でダブルボトム出てるんですよね。なので、これが決まれば、もう一段上っていうのは見れるのかなっていう感じで見てます。で、ネックラインが0.63かな。0.63が、えー、ネックラインのダブルボトムっていう感じで今推移してきまてますので。 安値もねきっちりと切り揃えてダブルボトムという感じで綺麗なダブルボトムですねこのまま0.63、えー、上抜けてくるんであればね綺麗な 25A 目の上抜けっていうところも、えー、絡んできますで 25A 目上抜けたら、えー 25ema が上向きになってくると思うので、そうなってくると、今度はこのネックラインに対しての、えー、タッチ、裏タッチングロペスのパンパス外が効いて、これ、効いて、えー、できるんじゃないかなっていうチャンスが、えー、拾えると思いますので、ぜひですね、0.63、えー、上抜けてからのチャンスは拾ってもいいんじゃないかなというところですね。ただ25、25ema、えー、このネックラインを下割るんであれば、えー、ダブルボトムを否定する形でもう一回ね、極端に下がってくる可能性もありますので、しっかりと損切りは忘れずに、えー、入れておいてもらったらなと思います。はい で、えっ、ー、と、もし 25EMA ネックラインで、えー、抵抗された場合ですね。そうなってくるともう一段下げてくる。もしくは、えー、もう一度そこを試しに来る動きですね。っていう形になってくると思うので、今度はトリプルボトムに期待する。なので、えー、もし、 抵抗された場合、25位目、だいたい0.63ぐらいで抵抗された場合は、えー、直近の安値ですね、えー、0.56ぐらいまでかな、このあたりは、えー、拾う、えー、タイミングっていうのを伺ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ただ、えー、0.54とかかな、このあたりを割ってくると直近の安値割れになるので、一度撤退した方がいいでしょうという感じですね。続落っていうパターン。要はここでダブルボトムからのダブルトップですね。 この動きにされると結局もう一段下げてくるという形でしかもこの値幅分動いてくるって考えるとまあ0.4も視野にっていう感じになってきてしまうので、まあ、この辺りは期待もしつつ警戒もしつつという感じでリプルはトレードしていくべきポイントかなというふうに思いますのでこの辺りは是非ね参考にしてみてくださいはい結構ね大事かなこの辺りがねうん あのー、強そうにも見えるけどどこまで行ってもやっぱり売られやすい相場っていうのは基本的にずっとねイーサリアムの時にも言ったけど変わらないのでねあの過度な期待は禁物あのしっかりとロングに対しては、えー、短期的に考えてこ、えー、まめに利かしていく利益を持って帰るっていうのが一番大事よ遠足は家に帰ってくるまでが遠足トレードは利益を確定するまでがトレードよいいですか含み益なんてシャボン玉ってね玉ま姉さんずっと言ってたでしょ、あのー、吉本新喜劇でね 男なんてシャボン玉ってあれもう含み益と一緒よ。含み益なんてシャボン玉。えー、もういつでも割れて消えてしまいますから、あのしっかりと利益を確定すると。ね、シャボン玉で終わらせないというところがすごく大事かなと思いますので、えー、ぜひですね、このあたりは参考にしてもらって、皆さんのトレードに役立てていただけたらなというふうに思います。はい。で、えー、1時間足レベルで見ていても、まあダブルボトムなんですけど、それ以上にね、ここからは、 1>, 1時間足で見た時のこのね1時間足のおつんつんチャートも期待できるかなっていうポイントでちょうど今ねサポートが25 m 目できっちり入ってますよねそうなってくると今ね左玉、まえー、右玉玉を作りに来てる動きにも見えますでネックラインがまあたいそうだな ちょっと右下,右下がりになってはいるんですけど0.62とかかなになってくると思うのでこの1時間足の逆三存が決まれば結果4時間足のダブルボトムが決まる形になると思うので、うんえー、ここからは、えー、1時間足を起点にトレードしていくのか4時間足の、えー、ダブルボトムが決まってから安全に、えー、トレードしていくのかっていうのは、まあ、人それぞれのトレードスタイルがあると思いますがこの辺りはぜひ、ね、参考にしながら、えー、皆さんのトレードに役立てていただけたらなというふうに思います。ほいそのところ では、えー、早速ね、えー、GM とジムはちょっとさらっと流しますけど、これはね、もう冷やしてみてください。えっ、ー、と、昨日のね、ライブ配信でちょっと、えっ、ー、と、 何て言うんかなアンケートみたいな取ったんですよ。そしたらね、結局みんな考えてるのは、現物買いたいんだっていうことやったんですよね。GM ワグミ、えー、ジムに関しては。で、現物買うタイミングってじゃあどこですかって言われると、あの、これ昨日のね、ライブ配信で、えー、説明してるんですけど、これ基本中の基本の話よ。あの、だから応用編は加味、えー、せずにしゃ喋りますよ。えー、今現状、冷やしレベルで加工トレンドです。これは GM ワグミ,ワグミも、えっ、ー、とー、よいしょ、ジムも一緒。 この形ね今現状こういった形で、えー、下に下がっていく力が強いと。で、これが今、加工、えー、トレンドと、えー、仮定するのであれば、必ずトレンド転換という上昇トレンドに移行する際に、間にレンジっていうのを挟みます。要は横横ね。 うんトレンドレスって言ったりもしますけど横横を挟んでから上昇しますだから基本的に上に上がる時っていうのはソーサーボトムって言ってまあえー、カップの底みたいなお皿の底みたいな形を作るんだよっていうのがこれ基本に言われてることねこれなんでかっていうと結局下降トレンドから ね、ここで一旦トレンドレス、横横するんですね。で、そこからトレンド転換という形で上昇してくるから、えー、基本的にソーボトムっていうのが作ると言われているんじゃなかろうかと、僕の推測でございます。なので、そのまま基礎を考えていくと、今現状、こんだけ下が、えー、強い状況で買っていくんやったら、ちょっとずつちょっとずつ買っていくと。で、ここから必ず、必ずじゃない、ごめん、必ずっていうとおかしいね。あーあの100%の相場なんてないから、えー、ここからトレンド転換、VG は基本的にないと思うから、えー、基本的な話をすると、一旦ここから。 えー、下げが緩やかになってくる動きが入ってくるでしょうそうなってきた時にここでねそこで仕込んでいければ えー、十分だと思います。ただ、これは今現状どこまで下がるか分かれへんけど、下がっていけばいくほどセール価格というか、安く買えるっていう風に考える、えー、方法もあります。その場合は基本的には、えー、ドルコスト平均法的な形で枚数を増やしていく。あのー、うちの昨日トムちゃんがね、ライブ配信遊びに来てくれててんけど、例えばけど、コツコツしっかりね、毎日1万ワグミ、もしくは10万ワグミとか買っていってね、最終的に1億ワグミ持ってた GM 持ってたとするやん。1億 GM 持ってて、ね、GM がもしね、えー、この 次のトレンド転換で上昇したときに1円になった場合1億 G 円持ってたら1億円になるわけですよ。もうそれだけで送り人になれるから要はこの、えー、下げている状況でどんだけ安く買えるかっていうのもう確かに勝負は勝負。ただこれに関しては ある意味当たりやすい宝くじぐらいの感覚でえ思っておく必要があるのでこれに関してはえすごく重要なポイント絶対上がるっていうことはないですがえ上がることを信じるえでえある意味宝くじ感覚で持っておくっていうんであれば十分え今の価格帯は安く買えてるような状況ではないのかなっていう感じで考えておりますのでこの辺りもぜひねえ参考にしてみてくださいただ GM っていうのがもしねあの僕は正直プログラムとかえプロジェクトとかえホワイトペーパーっていうのをしっかりと読み込んだわけではないのであくまで GM っていうのを調べ込んだ上で あこのプロジェクトこのホワイトペーパーやったら、えー、信頼できるしっかりとしたプロジェクトが進んでいくだろうっていうのを裏付けとした方が自信を持って変えるっていうのは忘れずにねなので自分で必ず GM っていうものに対して調べてみてくださいね。うん、あの結構やっぱりあのー あんまり良くない話も聞いたりするから GM に関してはねあのー、このままあのー、下がりっぱなしっていうこともなくはないそういう行為も確かに、えー、過去ありましたし現在も進行形でありますしなのでそういったところは自分で調べるっていうのも忘れずにしてくださいはいここはしっかりと押さえておいてくださいねここが一番大事ただ単に下がったから買うじゃなくてあくまで下げ ててる間に買っていきたいけどその間に自分でも調べていくその GM について深掘りしていく。で、それの結果、あこれでもこれやったら勝ったら将来上がるであろうっていう、ある程度の自分の裏付けっていうものが見つけれた上で買っていくっていうのはすごく大事かなと思います。それ,のそれによって、えー、漏培しなくなるようになるので、まあ、ここはしっかりと押さえておいていただけたらと思います。はい。で、続きましてがジムですね。これも同じ、もう全く同じことを言います。はい。えー、ジムに関しても、よいしょ。 えー、今現状見てもらったら分かるように完全に下向きに動いてますよねってことはこっから必ず一旦横横する動きが出てくるでしょうそっから、えー、じわじわ上げてくると思うのでソーサーボトム、えー、こういった丸みを帯びてくる形になると思いますこの丸みを帯びる前のこの横横で買っていけば十分なので ここでもまだ下がる可能性はあるんやで。あんねんけど、横横することによってトレンド転換っていうのが生まれますから、そういったタイミングで買っていくのがいいでしょうというところですが、今現状どこまで下がるか分からへんけど、下がれば下がるほど余力を残しておけば、セール価格で買っていけるような形になりますので、ここに関してはさっきの GM の話を踏襲していただけたらと、トレースしていただけたら、そのまま当てはまるかなと思います。最後の話も一緒。ジムっていうものを、ヨーザーのツアーさんがね、ヨーザーのツー さんがね。あのー？ を信じすぎずに自分で、も調べてみるでそれでも、あ、シンボルジムっていうのは、これから先必ず必要になってくる通貨なんだと、えー、仮想通貨なんだということがか、えーと、しっかりと自分の中で自信を持って、えー、言える、もしくは裏付けとして自分の中で、えー、確信を持てるぐらいまで調べ込んでもらって、それでも、お、これはもう絶対今セール価格なんだって言えるのであれば、今のうちにね、えー、しっかりと仕込んでおくことで、さっきの横横した時にね、もうすでに結構な、えー、枚数持ててるでしょう。じゃあ、そのまま上にもし飛んでいってくれた場合は、 ね、それこそ、送り人、ね、にもなれ,なれたりするんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、あくまで宝くじ感覚にはなると思いますがえそういったえパターンもありえるんじゃないかなという感じで自分も見ておいてください。はい、では最後にえサンドちゃんですね。サンドイッチマンがねうん形的にはね、あのー、ちょっとやっぱりビットコインとかイーサリアムと同じくね下げ止まった感は出てきましたただもうちょい下値余地はあるんかな、えー、2ドルぐらいまでは下げれるし下値余地はあるので。 ここはちょっと注意が必要。で、上げたとしてもやっぱりね、大きな抵抗体というのが上に山ほどありますから、基本的には上げは短期であるっていう風に考えてえ、ロングで取れた場合でもしっかりとね、えー、理覚は、えー、していくべきポイントかなと思います。で、ちょっとまあ、リップルと似てるかな。ダブルボトムがきっちり出てきてますので、 まあ、ヒゲで考え、ヒゲと実体やけど、まあ、ここはしっかりと安値を切り揃えたっていうところで考えると、まあ、ダブルボトムに向かって,って上がっていくんじゃなかろうかっていうところですね。で、そうなってきた場合は3.2ぐらいがね、えー、ネックラインになってきますので、3.2上抜けれると、ちょうどね、えー、4時間足の25湯目の上抜けも絡んできて、えー、上向けの力っていうのが発生しやすそうだなっていうふうには見ております。はい。ただ、抵抗体、さっき言ったポイントね、えー、3.5とか6ぐらいかな。うーん、まあ、 うわー抜けるかなー4時間足の雲分厚い雲の中に入ったとしてね入ったとしてえ上限が3.8か,だからこの辺りで抵抗されるっていう可能性もあるから一旦3.8から、えー、4ドルぐらいまで、えー、この辺りまでが、えー、ターゲットにはなるのかなっていうふうに考えておりますのでこの辺りはちょっと注意が必要えー 抵抗体として、ね、注意が必要ですただ上抜けた場合は、えー、雲の上抜けという形になるので大きめに上にねトーンと跳ねる可能性っていうのも出てきますので、まあ、この辺りはまあ期待もしつつ警戒もしつつっていうところ、まあ、一番冒頭にも言いましたけどね今は期待もするポイントっていうのはようやく出てきたけどあくまで警戒しつつの期待,期待であると大きな期待を抱きすぎないようにっていうところは忘れずにね押さ、えー、えておいてもらえると、えー、しっかりと利益を確保した状態で、ねえー、家に帰るまでが遠足であるとね利益を確定するまでが トレードであるというところは抑えていけるかなという風に思いますのでぜひねこれは皆さんの、えー、トレードにお役立ていただけたらいいんじゃないかなという風に思いますはいということでえーこんなところでね今日は以上で終わりたいと思います今日もね動画最後までご覧いただきましてありがとうございましたえーとね 冒頭にも言いましたがね、最近僕がね、よくコインさせていただいております、井さんですね、ツイッターのね、は、特にオンチェーンデータが好きな方、の情報が欲しい方、アルトコインの情報が欲しい方、このあたりの方はですね、井さん、フォロー必須となっておりますので、ぜひですね、チェックはしておいてください。あとはね、これも冒頭に言いましたが、僕のね、使っているチャート、すべてね、バイビットのチャートを使っております。使いやすさもナンバーワン、日本語対応もしている、ねしっかりとサポート体制も整っておりますし、 有益な。 ポイント、まあ、ステーキングであったりとか、さっき、これもね、えー、冒頭に言いましたけど、ローンチパッド、ローンチプール、えー、こういったものをね、充実しておりますので、ぜ,ぜひですね、えー、まだ使ったことないよという方は、動画の概要欄の一番上のバイビットの講座解説用の URL リンクから講座の方を解説してもらえたらとても嬉しいです。はい、ということでね、今日は以上で終わりたいと思います。えー、明日が水曜日か。もう1月も待つよ、みんな。もう1ヶ月終わるけど、みんな大丈夫かな。えー、しっかりとですね、この相場、えー、生き残ってですね、えー、今年の最後はまだ笑ってみんなとね、えー、忘年会というか、僕の 誕生日とかねねいろいでろでできたらなというふうに思いますのでぜひですの、ね、皆さん今は命大事に生き残っていただけたらなと思いますはいまたでは明日の動画でお会いいたしましょうバイバイ本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございましたチャンネル登録はこちらおすすめ動画はこちらリアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします詳しくは動画の概要欄をご覧ください それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。